林光美です。普段は主婦タレントをしています。Jリーガーの夫を支えるために日々食事の管理を頑張ってます。今日はルームツアーをやっていきます。ここ飾ってあるのがコウモリランというランで、すごくおしゃれなんですよね。やっぱり最近自宅にいることがすごい多いので、いろんな植物に興味を持って自宅に増やしています。マントルピース、いつも生花飾っていて、このように緑も置くように意識してます。最近買ったピアノなんですけど、私も昔やってたんですけど、私はまだまだちょっとブランクが大きいので手を出すことができてません。そしてこのエプロン好きでいっぱい持ってたんですけど、結局やっぱり使いやすさが一番いいということで残った2枚です。こちらのガーランドなんですけど、色も可愛くてこうやって動くんですよね。子供たちが数を数えたり遊ぶこともできて、色味も可愛いので子供部屋にぴったりだと思って飾ってます。こちらシーリングライトの中にプロジェクターが入っていて、こちらの壁に夜子供たちとアニメや映画を映して一緒に楽しんでいます。夜は結構使ってることが多いです。いろいろ飾るのが好きなんですけど、廊下の壁にもこうやってポスターや子供の写真を飾ってます。雰囲気がちょっとパッと明るくなるので、すごい私的には気に入ってます。寝室なんですけれども、これシーツなんですけど、真っ白を最近使うようにしていて、うちワンちゃんがいるので、汚れがすぐ分かるように白を最近使うようにしてます。そしてこのテーブルランプもお気に入りの一つです。この木目調がすごい可愛くて気に入ってます。以上、林光美のルームツアーでした。